どうも皆さんこんにちは、今回は、宮古島の、景勝地東辺名崎ですね、こちらに行った時のお話を少ししたいと思います。おそらく宮古島に行かれた方なら東辺名崎当然ご存知だと思うんですね。西辺名崎と東辺名崎があります。なぜ、沖縄で西のことを入り東のことを明かりというのに明かり辺名崎と言わないのかっていう、謎はちょっと横に置いておいてですね、東辺名崎非常に美しいところですね。車で先端までちょっと行くことができないんで途中で止めてですね、そこからは徒歩で、先端の灯台を目指していくんですが、もちろん灯台の上から見る東シナ海も綺麗ですね。灯台に上がるには有料なんですが、これは絶対払っていった方がいいと思います。遠くの方までですね、見ることができるんですけども、近場の海を見ると結構魚群なんかも見えたりして海がそれだけ綺麗だということですね。でちょっと私ですね、宮古島はもう実は何十回も行ってまして、東辺名崎ももう本当に何回も行ってるんですよ。ただ前からですねどうしても行きたかったところがありまして、それはどこかと言いますと、東辺名崎のいわゆる先っちょの下の海岸ですね、このゴツゴツした岩があるところ、ここにどうしても行ってみたかったんですよ。上から見ると本当に綺麗なんですけど、下から見たらどうなんだろうと。ただやっぱりこうなんて言うんでしょう、危険だと思うんですね。だからこう人もいないし、入っちゃいけないよとは書いてないんですけども、入る人はいないだろうと。で潮の満ち引きによっておそらくこれ多分本当に危険だと思うんですよ。ですからたまたまこの時はですねかなり引き潮で水が引いていたんで、今なら行けるかなと思って試しに行ってみました。で小さな港みたいなところがありまして、これなんだろう、漁船かなんかが止まってるんでしょうかね。そこからですねこう降りるところがありまして、そのままこう岬の下側を沿って行けるんですよ。水が非常に暖かいんですね。浅瀬ですから水が温められて、水がもう温水プールみたいになっていると。で実際そこをこう水中カメラで撮ったりなんかしたりして、水も本当に綺麗でしたね。ものすごい数のカニもいますし、ウミヘビもいました。どこまで行こうかなと思ったんですけども、本当もっともっと奥まで行きたかったんですが、あまりにも奥に行ってしまった時に今度水がですね、満ちてきた時にちょっと大変なことになるだろうなと思って、それほど冒険はできませんでした。ただ本当に真似しないでいただきたいんですけど、下は本当に綺麗ですね。上から見るのは本当に別の意味で綺麗なんですけど、この東辺名崎の下降りるとですね、またそこは別世界という感じですね。何せ人が誰もいない、荒らされてない、そういう意味で、もう本当に綺麗です。そんな印象でした。